長順、万象堂、畜草でにより、長順バ利順取得2歳は、東大の武将、ジは順、内洋の出身。若くして、兵法に通じ、開元29年に新士となる。この頃、兄の長明は、観察御師に就任しており、すでに兄弟ともに名声を得ていた。大使通じとネリとなり、元礼として、清川へ赴任。内事に功績を挙げ、 人気が満ちた後に、よく似ただに推薦する人もあったがこれを断り、魔源へ、県令として赴任する。その地で欲しいままに振る舞っていた、代理のカナン金を中止、民から慕われた。天保十五はじめやす六山が反乱を起こし、長順は兵を集めて、要求にて、安六山側の霊、古町、李帝餅と戦い、何度も打ち破り、寧領に移ってからも、要ともむを破り、 カナン節度市に任じられた。案慶書が、安禄山を殺し、飲式に、水曜を攻めさせた。水曜大衆の巨円に援軍を求められ、水曜に入り、一手となった。巨円は上官であったが、長順の実力を認め、首相の位置を譲る。水曜城は、はじめ、一年分の蓄えがあったのを、カナン節度市の王利巨に無理に召し上げられ、4月から10月にかけて、 俗軍に囲まれ、食料に困窮した。臨外に駐屯していた、魚子外部のガラン神明に援軍を頼むが、ガラン神明は敗北することと遊軍に背後を襲われるを恐れ、また、長巡の名声を妬み、援軍を断った。ついに、水曜は、落城に至り、長巡は屈死せず、南西雲、雷万春、洋羅幹部三十四人は、囚われて処刑された。は、 落葉に連行された。援軍の長江が到着したのは、落葉後、三日後だった。だが、水洋城の頑強な抵抗が、当軍の別動隊の行動を容易としたために、落葉を10日にして、俗軍の大部分は敗亡し、飲酒も殺された。敵兵12万人を殺したと言われる。死後、水洋に病が立てられている。死の直後には、 長順がすでに古城となった水曜をあえて守ろうとしたことを等し、人を食ったことや、民を守れなかったことをそしる意見もあった。しかし、長順の友人李冠は彼のためにつてを作り、以下のように述べた。このことにより長順の評価は定まったとされる。小杉法案のように、南高の千早城と比べて褒められる功績と評する人もいるが、おおっとこれのように、二顔の河北に起こり、 長元の水曜を守る、皆、一人を率いて、もて戦う。俗の望みてめ笑いするところのものなりと幻想の、軍政の失敗による犠牲者と捉える、歴史家もいる。小杉法案、投資及び投資人、門川文庫、1954年、P166。ありがとうございます。